企業はどこまでアジャイル開発、DevOps、内製化に取り組めているのか。本日のスピーカーをご紹介いたします。ダイナトレース合同会社の堀米さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして寺田さん、よろしくお願いいたします。今日改めてですね、アジャイル開発だとか DevOps だとか、まあそれなんで必要なのかなというところから入っていきたいと思います。まあその中で多分ですね、じゃあ企業の中でも全部のシステムが対象なのかとかですね、こういったシステムは重要だけど、こちらそれほどいらないんじゃないかとか、もしくはですね、企業のエンタープライズの企業もあれば IT 企業もあるので、まあそういった企業の違いによってもですね、アジャイル開発、DevOps、内製化がどこまで必要なのかっていうところがあると思いますので、まあそういったお話をですね、最初私から堀米さんにご質問する形でですね、対談をしていきたいと思います。で、その後ですね、じゃあ企業がどこまでアジャイル開発、DevOps、内製化に取り組めているんだろうかっていうところですね。もしくは今、十分でないとしたら、その阻害要因は何なのかっていうところをですね、堀米さんに伺っていきたいと思います。まあ、最後にですね、じゃあ、さらに取り組みを進めるためにはどうすればいいのかっていうところについてですね、お話をしていきたいと思います。まあ、今日はですね、時間がトータル1時間なので、対談はですね、11時50分ぐらいまで、あと40分ちょっとぐらいですかね、やっていきたいと思いますが、ちょっと時間短いのでですね、ちょっと途中で終わっちゃうかもしれませんが、なるべくですね、ちょっと中身が濃い議論していきたいと思います。それではですね、早速、始めていきたいと思いますが、じゃあ、堀米さん、今、アジャイル開発、DevOps、内製化というのがですね、まあ、非常に大切だよというふうに、まあ、言われていて、まあ、セミの中でもですね、結構このテーマのセミナーも、まあ、多いんですけども、改めてですね、なぜそれがこう重要なのかっていうところからちょっとお伺いしていきたいと思うんですけども、いかがですか？ですね、まず、なぜ必要なのか、重要なのかという形になりますとですね、これ、考えますね、ケースバイケースになると、いうふうに認識しております。で、それはですね、自分たちが、これ、企業、こういった企業だから必要だとかですね、こういったビジネスだから必要だということでもないのかというふうに思ってまして、自分たちがそのスピードを獲得する必要があるのか、というのをですね、まず問うのが先なんではないかなというふうに思ってます。ですので、一概にですね、今、非常に、なんでしょう、マーケットではというか、全般的にですね、非常に重要だ、すぐ取り掛からなければいけないとかっていう、論調のお話っていうのは非常に多いんですけれども、一概に全てのビジネス、全てのエンタープライズに必要になるというわけではないというふうに思っております。それは今、スピードって話が出てきましたけども、やっぱりその、まあ最近、その、まあ、ブーカとか言われて、その変化が非常にこう、ビジネスの環境の変化が激しいという中で、ビジネスもその変化に合わせて柔軟に対応する必要があるということは言われてますが、そういったそのスピードを求める企業には、まあ必要だとか、まあそういう話ですかね。そうですね。例えば、競争が激しい、非常に激しい分野、特に海外と競争されているような、分野ですとか、規制を含めての環境変化が非常に激しくて、それに追随しないといけないというような、まあ、それ外的要因としての、必要があるというような環境にあるですとか、あるいは、もうソフトウェアアプリケーションですとか、維持運用ですね、これが非常に運用負担が大きいとかっていうことで、それもう耐えきれないので、何とかしないとならないというような文脈でしたり、まあ、その様々な理由があると思います。まあ、特にそのスピードといったところはですね、重要かなというふうに思います。競争に関わる部分ではですね。まあ、今日話を聞いていただいている方は、まあ、さまざまな知識レベルの方がいらっしゃると思うので、ちょっと改めて、アジャイル開発、DevOps や内製化が、そのどういうふうにこう、まあ、スピードにこう関わっていくのかっていうのを、ちょっと簡単に教えていただいてよろしいですか？ですね、これはですね、まあ、アジャイルですとかっていう言葉も、まあ、ごく最近の話ですね。ですので、実際には、かなり、まあ、もう20年、場合によってはそれ以上前からですね、同じようなお話というのはあったかと思います。まあ、当時はですね、ラッドというような形で、ラピッドアプリケーションデベロップメントというような、言葉だったと思うんですけれども、
プロトタイプを作って、で、それをこう、フィードバックを受けて、イテレーションで変えていくというような形ですね。まあ、従来からやりました。で、特にですね、必要になったというのは、例えば、競争が非常に激しい分野で、スピードが必要だったというのは、例えば、金融ですと市場系のシステムというようなところがですね、これは従来から、ユーザー部門ですね。で、そこで、例えばシステムもですね、運用も同じところで行っている。例えば、同じフロアでですね、例えばデータセンターにシステムを置くのではなくて、もうオフィスビルにですね、その部隊がいる、アプリケーション開発部隊がいるところにそのままシステムを全部、置かれてあってですね。で、そこで、非常に素早く、アルゴリズムも開発しないといけませんし、アプリケーションも開発しないといけないと。で、そうしますと、もう DevOps ですとか、Agile ですとかっていう言葉がない段階からですね、そういったことは、まあ、行われていたという形になります。で、特に競争の激しい分野、変化の激しい分野というところにおいてはですね、まあ、従来からそのような、手法は取られてきましたし、でそれがまあ洗練されてきたのかなというふうには思います。まあ、ツールも含めてですね、洗練されてきた。で、それがオープンソースのような、ソフトウェアも増えましたので、より使いやすい、なんでしょう、それに取り掛かりやすいというような環境にはなってきたのかなというふうには思います。なるほど、なるほど。まあ、私は、もともとエンジニアだったんですけど、まあ、エンジニアだったのはもうかなり遠い昔で、20年、以上前なんですけども、まあ、当時思い起こしてみると、まあ、開発スタイルはやっぱウォーターフォールで、まあ、1年とか2年とかかけて開発してましたし、で、先ほどデータセンターの話ありましたけど、その、まあ、リリースをするだとか、何かしら運用変更するのに、いちいちこう、運用な変更申請書みたいにこう書いて、こう、データセンター側にこう申請しないといけない。それだけでこう結構1週間とか2週間とかかかったりだとか、まあそういうことを今思い出しましたけども、まあそういったところで、まあシステム開発がすごく時間かかってたところが、まあ今のその環境の変化に、まあ適用しなくなって、まあ、その結果アジャイルとかDevOpsとかっていう考え方がこう、まあもともとラットみたいな話があったって話ですけども、それがより洗練されてきたって、まあそんな感じですかね。そうですね。そのような形かなというふうに思います。まあ、ただ、それが必要とされる分野というのは、ある程度限られて、いるのかなというところは思います。ですので、まあ、最近ですと、その SOE には、必要になるとかですね、そういった、論調もありますが、実際そのユーザー様が使う上で、頻繁にユーザーインターフェースが変わるというのも、あまりお客様にとってはですね、ユーザーからの評価という意味では逆に下がる場合もありますし、でそういった意味ではそのどういったシステムに向く向かない、ではなくて、その行われているビジネス、その企業ではなくて、その部門、もう部門のレベルで行われている、ビジネスがですね、そのスピードを必要とするか否かといったところにかかってくるのかなというふうに思います。ありがとうございます。今の質問いただいたので、ちょっと早速取り上げていきたいと思うんですけども、まあ、スピードっていうテーマで今話をしてますが、まあ、このスピードというのは、はい、具体的には何のスピードでしょうか、デプロイやリリースまでの速度でしょうか、それとも経営環境の変化に対応する反応の素早さでしょうかというご質問をいただいてますけど、いかがですか。ですね、今のお話に関しては両方の側面があると思います。はい、まあ、マーケット環境に即応するという意味が一つですし、で即応するとなりますと、今お話にありました通り、まあ、テストからリリースですよね、そういった一連のプロセス自体を早めなければならないという形になりますし、まあ、それが両側面があるというふうに認識しています。はい、ありがとうございます。
話戻しまして、SOR と SOE の話が出てましたが、私もその、このアジェンダにもちょっと書いたんですけど、私てっきり、その、まあ、SOR、モード1は、要は基幹システムとか、そういう世界なんで、そっちはまあ、そんなにこう、アジャイルとか必要なくても、まあ、従来の場合によってはウォーターフォール型でもいいのかなとか、SOE は、まあ、対外的な、こう、インターネット上に公開されるような、まあ、例えば EC サイトだとかそういうところなので、かなりこう、早く変化を、追随しないといけないのかなって、こう思ったんですけど、まあ、単純にそういう話でもないっていうことですかね。そうですね。そのように考えております。なるほど。はい、まあ、個々のシステムごとに、どこまで、こう、スピードが求められるかっていうのを判断する必要がありますっていうことですかね。そうですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ちょっと似たような話になってしまうのかもしれないんですけども、その どこにこう、アジャイルなどですね、求められるかっていうところの、まあ、議論の続きで、いわゆるエンタープライズ企業って言われている、まあ、例えば金融機関だとか、まあ、製造業だとか、はい、そういった会社はですね、もちろんその中でもいろんなシステムがあるので、まあ、ケースバイケースなのかもしれないんですけど、一般的にはエンタープライズ企業はそこまでアジャイルとかDevOps、いらないんじゃないかっていう、まあ、議論もありますけど、その辺はどうですか？ですね、その企業として必要なのか必要でないかっていうと、やはり、ちょっと、議論が大きくなりすぎなのかなというふうに思います。やはりその企業の中で、どこまで、まあ、ステーブルなビジネスなのか、対応が急がれるようなビジネスとして持っているのかという形で、それは異なるというふうに思っています。ですので、金融の中でも、非常にスピードが求められる、まあ、先ほど申しました市場系のようなところもそうですし、製造系のお客様でも、例えばシミュレーションのようなものだしたり、こう日々ですね、こう変えなければいけないような、部分というのは持たれていて、でそういった部分はアジャイルを使われているということもございますので、それはもう企業という一つの大きな括りではなくて、まあ、本当に何て言うでしょう、組織として、まあ、部門としてですね、必要になるかならないかといったところまで落ちてくるものだなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ですので、ちょっとデータ、皆さんこのデータご存知なんだと思うんですけど、ちょっとデータをご覧いただければと思いますが。はい、ぜひお願いします。はい。で、そうですね、文脈から申しますと、2000年、まあ、それ以前から、まあ、高速開発という話はありました。で、2000年ぐらいにはアジャイルという言葉が、まあ、日本にも入ってきて、もう20年以上になります。ですが、ご覧いただきますと、まあ、デザイン思考というのはデザインから入って、プロトタイプを作って、イテレーションをするという形なので、まあ、アジャイルの一つの形態に近いのかなというふうに思いますけれども、デザイン思考、アジャイル開発といったところで、大体 4% ぐらいですね、が全社的に活用されている。で、事業部、まあ、部門としてですね、活用しているというのが、まあ、10%、15% ぐらいある。DevOps に関しましては、3% ぐらいが、まあ、全社的には使っている。まあ、部門的には7、8% という形になっているというような形です。まあ、20年ぐらいですね、まあ、DevOps に関してももう十数年、言葉が出てからは、立っておりますけれども、大体こういった、まあ、十数パーセント、20パーセントぐらい、アジャイル開発もそのような状況かと思います。で、これは、やはりそのビジネスとして、本当に必要であればですね、まあ、さまざまな、今までもですね、一気にデータベースもそうですし、アプリケーションサーバーもそうですし、仮想化といったところもそうですし、本当に必要な形であれば、一気にガーッというふうに広がっていくというふうに思います。ただ、必要で、本当に必要な部分がですね、今、利用をされているんだろうなというふうに思います。はい、ありがとうございます。先にちょっと質問1個いただいたので、そちら先に取り上げていきたいと思うんですが、自治体のところでですね、ご質問いただきました。まあ、スピードとか競争っていう背景があって、
アジャイル開発、DevOps、内製が必要だよって議論を今までしてきましたけども、まあそういった競争が求められない、はい、まあ公的な機関、まあ自治体などにおいても、まあ世の中的には、DX、推進が求められていますと、まあ行政サービス向上っていうのが求められていると思いますと、そういったその自治体などは、はい、こうしたアジャイル開発、DevOps、内製化に、どのように向き合い、どのように、そうですね、向き合い取り組めばよいでしょうかというご質問ですが、いかがでしょう。はい。ですね、まあ、そのコスト、全体のコストを見たときにですね、必要となるかどうかっていう判断をされるべきなのかなというふうには思っています。もちろんサービスを良くするっていうのは、必要だと思いますし、で、そのサービスを、早く投入できるという形で、ですね、それを、なんでしょう、さらにサービスを、の展開を早くするという意味合いでは、アジャイルですとか、DevOps ですとかですね、そういったところを取り入れる意味はあるかと思いますが、ただそれのですね、メリット、まあ、サービスメリットと、それにかかるコストと全体を見た場合に、それが果たして本当に必要なのかどうかというですね、議論は必要かなというふうには思います。ありがとうございます。まあ、個人的には、行政サービスもっと、簡単にですね、まあ、いつも思うんですけど、あんまりもう役所に行かなくても、まあ、銀行もそうなんですけどね、こう、わざわざ行かなくても、オンラインでこう完結するようにしてほしいなと思っているので、どんどんこう DX 推進してほしいなと思ってますけど、まあ、そういった行政サービスご助、まあ、しましょうみたいな機運もありますから、まあ、そういったところでやっぱり、まあ、DX っていう流れにはなっているということですかね。そうですね。それは一つあるかと思います。はい。で、ただですね、なかなかその DX、今、ご覧いただいたように、DX の文脈からのですね、アジャイルですとか、DevOps、これが実際に使われているっていうのが非常に、まあ、日本では少ないというような形にありますと。で、それはですね、一つ、まあ、システムですとか、技術的な問題ではなくてですね、少し、まあ、もっと大きな、まあ、社会的な要因もあるという形になりますので、まあ、その点で、まあ、システム化するのがいいのか、発達してですね、というのは、少し議論の余地はあるのかなというふうには思います。ありがとうございます。まあ、先ほどグラフ見せていただきましたけども、その、まあ、米国に比べて、まあ、グラフをそのまま読み取ると、まあ、アジャイルとか DevOps とかあまり進んでないねっていうふうに、まあ、見えるわけなんですけど、まあ、その差っていうのはどこから来てるんですかね。そうですね。一つですね、ちょっとこれは、システム的な話ではない部分で、ちょっと腹落ちするような面白い話がありますので、ちょっとご紹介できればと思うんですけれども、これはアメリカとという話です。また中国になるとまた話が変わる部分もありますけれども。ですね、これはサンフランシスコの丸亀製麺さんというところですね。で、ここのですね、働いてる人がですね、どうもやたら多く見えるというような話になります。で、ちょっと見ていただくとですね、一杯のうどんを作るのに12人、この工程に12人必要になってます。大田取る人、麺を準備する人、麺を茹でる人、茹でた麺をとかですね、これだけの人がですね、一杯のうどんにかかるわけですね。で、これでアルバイトの時給は2000円ちょっとになってますと。最低賃金に近くてですね、というような形です。で、アメリカ、これはアメリカの場合ですけれども、ですね、まあ、DX ということで考えますと、これテクノロジーを使った方が人件費より圧倒的に安くなるというような形になります。まあ、DX を進めるですね、社会的要因といったところが、ございます。で、日本の場合はですね、テクノロジーと人件費、まあ、人件費がですね、非常に、まあ、安いというのと、もう一つはですね、良質な労働力が非常に安い、という形になっています。
ですので、店舗ですとかですね、非常に少ない人数で日本はオペレーションができていると思うんですけれども、まあ、全体的にですね、これはさまざまな分野で言えることで、日本はこういった、まあ、非常に効率性が、まあ、人的な効率性が高いというような形ですね。まあ、成人の読解力、数的思考力といったところも非常に、強くてですね、日本の中卒者の方が、他の一部の国の大卒者よりも、高い読解力があるとかっていう形になります。ですので、こういったところからもですね、DX、 デジタルにかけるコストが、勝るのか、それとも非常に高い、生産性を持つ人間、の方が勝るのかといったところがですね、日本の場合、まあ、これは日本の場合ですけれども、DX でいくのか、あるいは人間でいくのかといったところがですね、まあ、少し関わってくるのかなというふうに思います。なるほど、なるほど。まあ、つまりはまあ、欧米との差っていうところでいうと、まあ、人件費が今安いのでそれほど、まあ、DX に取り組まなくても、まあ、そこそこ生産性というか、まあ、ビジネスとしてうまくいってるっていう、まあ、そういったところですかね。なんで、まあ、同企業側からするとこのアジャイルとかをやる、まあ、動機がまだ弱いっていうようなところですかね。あ、それはですね、まあ、動機というか本当にそのなんて言うんでしょう、どちらが企業にとってメリットがあるかといったところをこう判断する際にですね、システムデジタルなのか、労働力を使った方がいいのかといったところっていうのはきちっと計算されているんだと思います。うん、なるほど、なるほど。ちょっと話ずれるんですけど、で、かつちょっと堀込さんのご専門じゃないかもしれないんで、お回答できなかったら構わないんですけど、まあ、要は人件費が、まあ、安いっていうのは、まあ、日本の国にとってあまり良くないことじゃないですか。で、それも上げていく必要があると思うんですけど、はい、人件費が上がると、まあ、DX とか IT の活用が進んでいくのか、逆に、DX とか IT の活用を進めることで人件費が上がっていくのか、どっちが先なんですかね。ちょっとまあ難しい質問ですね。難しい質問ですね。これアメリカは人件費の方が高いのでデジタル化。で、しかも人件費が高い上に人的ミスが多いっていうところですね。なのでデジタル化する方がメリットが高いというのが、まあ、アメリカではあります。いうふうに思う。なるほど、ありがとうございます。まあ、日本人は、まあ、人件費はあまり高くないけどそこそここなせてしまって話がありましたけども、まあ、とはいえ、労働人口がもうどんどん減ってるっていう中で人材不足っていうのは起きてきてると思います。なので、まあ、そこで必然的にある程度時給も今上がってきてると思いますし、まあ、それでも人が足りないみたいなところっていうのは、まあ、各所で言われてるんですけど、まあ、そういったところが今後、あれですか、じゃあ日本の中でも、まあ、DX だとか、アジャイルとかが普及していく、まあ、きっかけになっていくっていう感じですか。そうですね。一気にですね、日本の中で、DX が、ゴンと、なんていうんでしょう、机をひっくり返すように進んだりとかですね、アジャイルですとかデブオプスが先ほど、まあ、全社的に使っているのは今 5% 以下といったところが、じゃあ 10%、20% にここ1、2年になるとかということではないと思います。今、寺田様が、おっしゃられた通りで、そういった必要となる部分というのがじわりじわりと増えていってですね、そこに適応していくというような形になっていくものだというふうに考えております。なるほど。まあ、あとは、まあ、DX そのものは、まあ、言葉が、まあ、先行しているところはあると思うんですけども、まあ、企業も、まあ、結構積極的に取り組んでいるところも多いと思うんですよね。多分背景は、
もちろんその企業によってとか、中のシステムによってもちろん違うと思いますけども、いろいろなその競争が激しかったりだとか、いう中で取り組まないといけないっていうところも、まああると思いますと。で、今後まあ、その、ますます国際間での競争っていうのは激しくなってくると思いますし、日本の中でも、なんですかね、従来の企業だけじゃなくて新しい企業もどんどん生まれてますからますます競争激しくなってくると思うんですけど、まあ、そういったところも、まあ、アジャイルとかが、まあ、普及していく一つの要因ということですかね。そうですね、要因としてはあろうかと思います。でただですね、まあ、DX の件もそうですし、アメリカに対して日本が遅れているとか投資がされてないとかっていうような論調が出たりすることもあります。こちらの、まあ、図をご覧いただきますと、まあ、対 GDP 比での IT 投資、まあ、アメリカと日本と比較しますと、まあ、有権向けもですね大体似たような形でさほど差はないという形になっています。でそれからですね、日本のその IT の投資の使い方がメンテナンス維持メンテナンスに一辺倒でですね、新規の投資っていうのがあまりないというようなことが言われることもありますけれども、これは IT 予算の投資の内訳という形になっています。新規投資が紺色の部分ですけれども、これ日本とアメリカで見てみますと、これも相対差はないという形になります。ですので思うにですね、その DX、を今ですね、例えば、DX に取り組んでいる企業っていうのが実は調査をしますと、非常に、小さい割合でしかないというような形で出てきたりですとか、します。で、先ほどの、まあ、アジャイルデブオスも少ないかもしれませんけれども、日本がその新規の部分に対しての IT 投資っていうのは、必要な形ではきちっとなされているというふうに思っています。でただそのアジャイルですとか、デブオフィスですとかっていう、ところをですね、取り入れるかどうかといったところというのはその、フェーズがそこに来て、取り入れないと効果というのは出ないと思いますので、まあ、先ほど寺田様おっしゃられたような形で少しずつですね、そういった部分が増えてきて、そこに対して、適応していく。で、それのための準備というのはですね、していくべきではないかなというふうに思います。なるほど、なるほど。先ほどのグラフは、特にこう2枚目というか、最後にお見せいただいた、その新規の投資と、まあ、保守運用の投資のグラフですけども、まあ、DX レポートで言われていることだいぶこう乖離があるじゃないですか。DX レポートは全然新規がなくて保守ばっかだから、そこを変えないといけないよっていうような論調だったと思うんですけど、もちろん、その、はい、ああいうグラフってその切り方変えれば全然違う結果になるので、そういうことは、まあ、よくあることだと思うんですけど、その、DX レポートの主張と、今、堀込さんに見せていただいたのは、なぜ、こう、結果が違っているんですかね。ですね、なぜと言われますと、ちょっと、難しいですね。その切り取り方、なんだと思います。で切り取り方と、どこに主張を持っていきたいかによって変わってくるんだと思うんですね。うん、データ、の取り方というのがですね。はい。はい、ただ言われて、まあ、こういったその調査の結果がですね、1位に、まとまるという形ではないというところを見ますと、一概にその維持運用費だけが日本は高いんだというような、ことではないというふうには考えています。企業はやはり、自分たちの成長をきちっとですね、まあ、皆さん計画されてそこに向かって進んでおられるので、一概にそのメンテナンス、IT 費用がですね、メンテナンスだけに向かっているという形ではないというふうに私は考えています。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ちょっとコメントいただいたんですけど、その、まあ、新規投資は結構しているって話がありましたけど、まあ、ただ、その、コメントはですね、日本も新規投資はしてるけど、なかなか成果、まあ、出てないですね、みたいなコメントいただきましたけど、その辺はどうですか？ですね、
どうでしょうね、ガーファムが非常に大きいので、何かこう大きな差をつけられたようには思われるところはあると思うんですけれども、その、ちょっと極端な例ではないかなというふうには思います。ですので、まあ、アメリカも全部見渡してですね、その全体的に全て、そういった形で結果を出しているのかというと、そういう形ではないですし、はい。なるほど、ありがとうございます。ご質問いただいたので、ちょっと取り上げていきたいと思います。丸亀製麺の話ありましたけど、まあ、日本人マルチタスクできるって話がありましたけど、その、まあ、そういった、ご紹介ありましたけど、一般的には日本では、まあ、労働生産性が低いと言われてますと、これは相反するというふうに思いますか、どうしてですかってご質問いただきましたが、これは、まあ、どうですかね、その労働生産性ってその金額なので、まあ、今、奴隷も下がってるというか、円安にどんどんなってたりだとか、そういったところでは、すごく低いけど、まあ、能力と言っていいのか分かんないですけど、能力的なところではマルチタスクできるっていう、そういう話ですかね。そうですね。で、そこもちょっと賃金のところと時間の部分等にかかってくると思うんですけども、労働生産性が低いっていうの、見方が、その残業も含めて、日本の労働者の労働時間が長いっていうところと、はい、絡んできますので、それと賃金ですよね、生産性が賃金っていうか金額で見られていますので、なのでちょっとそこが欧州、特に欧州と比較されて、ドイツと比較されてとかっていうところは結構ありますけれども、一概にその日本の生産性が本当に低いのかっていうところはですね、ちょっと疑問ではあります。ちょっと今日の議論とは全然外れちゃうんですけど、ただまあ先ほどアメリカ最低賃金、まあ、時給2000円って話ありましたけど、まあ、そこだけ見ると、まあ、日本の生産性低いよねって話になるってことですよね。まあ、時給でこうお金で見ちゃうと。そうですね。労働する時間とお金、それ対価のお金っていう形ですよね。時間とそれでどれだけの、それを金額に換算できるのかっていう形になると、まあ、他の諸国より、低くなるっていうのはそれは分かります。で、ただ、実質の生産性です。実質のその個々人が持つ生産性が本当に低いのかっていうと、まあ、それはまた別の議論なのかなというふうに、はい、ありがとうございます。もう一つご質問いただいたので取り上げていきます。変化への対応に求められるスピード感はどのように他社と共有すり合わせされていくのでしょうか。ディスラプターなどの脅威が目に見えている業界や領域はやりやすいと思いますが、じわじわと起こる変化への対応は、スピード感覚の共有が難しく感じています。これは、あれですかね、経営層などが、会社内、もしくは、まあ、そのシステムの企画のご担当なのかもしれないですけど、まあ、そういった求められる、要はもっとスピードを上げないといけないみたいなことを、まあ、社内に共有するのが結構難しいっていう、そういうご質問だとは思うんですけども、確かにこれありそうですが、いかがですか。そうですね。まあ、個々の会社様でどうかといったところはあるかと思うんですけれども、その業界が今後どうなっていくかっていう部分を、海外の情報に求められる会社様もございますし、はい、少し先のですね、自分たちの未来の姿というのを、そういった形で、まあ、海外の同業種に見られる場合もあります。で、それを社内で、広げて、今後の計画に入れられているという場合もありますし、あるいは、まあ、そういった、なんでしょう、他社との交流ですね、それも、まあ、公的なもの、それから、少し
プライベートに、上層部の方だったり、あるいはシステム の部門の方が横のつながりでですね、同業種の方々と意見を交換されたりといったところはあるかと思いますけれども、まあ、そういった実際 の生の情報をまたフィードバックされてという形が多いかと思います。そうですね、一概にこういうふうにという答えがない部分であるかと思うんですけれども、はい、分かりました、了解です。もう一つですね、ちょっとこれ堀米さん答えづらかいかもしれないですけど、ご質問いただいてて、まあ、今日どちらかっていうと、その、まあ、アジャイルとか内製化とか、まあ、推進していきましょうっていうトーンのセミナーかと思ったんだけど、堀米さんあまりそこ慎重であるような印象ですけど、なんでですかっていうご質問いただいてますけど、そのどんな感じですかね。堀米さん多分コメントのこう真意を多分知りたいみたいなところだと思います。はい、はい、そのアジャイルですとかデブオプスですとか、まあ、内製化とかっていう、ところなんですが、まあ、それ自体は目的ではないと思います。それ自体は手段であってですね、DX にはこれが必要、 DX だから DX にはこれが必要だと、それは一般、それを一般的に一概にですね、必要だ重要だという形ではないのかなというふうに思います。で、適用先もですね、先ほどもお話ししましたけれども、 SOR だからいらないとかそういう話でもないで、まあ、従来からその技術革新ですとか方法論の革新ですとかっていうのは、どんどん行われてきてますので、まあ、その中の一段面なんだろうということで考えています。で、なので必要であればですね、必要であればその手段として取り入れる価値があるというふうに考えているというところが、はい、ございます。ありがとうございます、よくわかりました、ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろ時間も迫ってきたので、アジェンダの方に戻って最後整理していきたいと思うんですけども、まあ、取り組めているかっていうところはグラフも見せていただいてですね、まあ、現時点では米国と比べると、まあ、取り組みはまだ少ないけど、その、まあ、日本の今の状況だとか見ると、まあ、それは、まあ、必然というか、まあ、そういう、背景があるっていう、つまりその人件費との絡みだとか、まあ、今見せていただいた本当に必要なのかっていうところ、かなというふうに、で、本当に必要なところはもう取り組んでいるっていう状況だと、まあ、理解をしましたけども、一応、阻害要因っていうことを一応キーワードを挙げたんですけど、あれですかね、はい、阻害要因が、なんかあるのか、もしくは阻害要因が別にあるわけじゃなくて、今はその企業は本当に必要なところは取り組んでるって状況なので、はい、特に阻害要因っていうのがあるわけではないんだよっていうことなのか、ここはどうですかね。ですね、阻害要因もですね、ここでいくつも取り上げてっていうのはちょっと難しいんですけれども、一つはですね、まあ、これ欧米と違うといったところですと、流動性といったところは一つ大きいかなと思います。ですので、欧米では欧州では日本と同じでパートナーを使うっていうのは結構ありますけれども、アメリカですね、特にアメリカは内製していてアジャイルでとかっていう話は多いと思うんですけれども、でその場合というのは開発する要員を集めるのも、またそれをまた放出するのもですね、割と日本に比べたら自由度が高いというような形があります。ですが日本はそれをこの時必要だから取りました、もう必要ないのでいりませんというような形っていうのはなかなか、しづらいというのは一つ、あるかと思います。であとはですね、まあ、内製すればっていったところはありますけれども、まあ、できるだけそういった今みたいなですね、まあ、固定費の部分というのを、まあ、あまり多く持ちたくないと、社内に全部抱え込みたくない。ですので、今って日本は外注、委託っていう形がどん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 進んできて、その形態になってるんですけども、で、その形態と、アジャイルがなかなか合わないと
というようなところはあるかと思います。でやはりあの成果物のコミットですよね。成果物をコミットするっていう部分と、アジャイルといった側面がなかなかあのその合わないというような形があるかというふうに思います。ありがとうございます。あの参加者の皆さん、そろそろあの時間を迫ってきましたので、ぜひですねあの質問、ご質問ありましたらあの Q&A の方に入れていただければと思います。堀込さん、もう少し進めていきたいと思いますけど、まあ、今その、まあ、人材の流動化の話があったと思います。確かにそのそもそもシステムインテグレーター日本ではこんなに多い理由の一つとして、まあ、労働基準法などの、まあ、制約もあってですね、こう、時代の流動性が今低い中で、企業があのエンジニアをこう、うまくこう確保できないというようなところがあると思うんですけども、それが、そうですね、なので、内製化がこう進みづらかった。たりだとかいう話だと今理解をしましたというところですけども、そのじゃ あのそんな中でもで、まあ、本当にあの DX だとか、まあ、アジャイルだとか、必要です、うちの会社では必要ですと、で特にこのシステムはあの環境の変化が激しいしやっぱり必要だというところにおいて、先ほどの言ったその人材の話とかある中でどういうふうにこう 進めていくべきですかね、その企業の、まあ、例えば上司室 あのご担当の方にした場合にとってはですね。はい。ですね、あの、なんて言うんでしょう、あの、一気に、こう、飛んでいく必要っていうのもですね、これはないかなと思います。で、例えば、あの、ウォーターフォールと、あの、アジャイルの中間的なあの方法論っていうのを、も世の中にはございますし、うん、はい、でそうしますと、そちらですと、ウォーターフォール、本当にウォーターフォールとあの中間ぐらいになりますので、外注ですね、あの従来型のですね、システムインテグレーターさんをと、こう契約をしながら進めるっていうところを、しやすかったりということもありますので、あの、すべて一足飛びにですね、アジャイルだ内製だっていったところに、飛ぶのではなくて、で、その中間地点というのも、あの、ありますので、そういったところも、あの、検討されるのがよろしいのかなというふうに思います。ありがとうございます。あの、関連したところでご質問をちょうどいただきました。その、まあ、日本でもし内製化がどんどんこう進んできたとしたら、あの、まあ、ベンダー側ですね、そのシステムインテグレーターや、まあ、外注先などは、まあ、今までのこうビジネスがこう減っていくかもしれないっていう中で、こうどういう対応が必要になりそうでしょうかっていうご質問ですが、これいかがですか？ですね、あの、内製が、もちろんですね、あの、必要な部分というのは、あると思いますけれども、じゃあすべてその手足と言われますよ、手を動かす部分まで含めてすべて、自らの中に、入れるのかというと、そうではないというふうに思います。ですので、内製、をされるお客様をいかに支えていくかというのも、システムインテグレーターさんの今後の、あの一つの、はい。まあ、役割なのかなというふうには思っています。ありがとうございます。で、あるインテグレーターさんですと、まあ、まあ、うん、なんていうんでしょう、ある、すいません、開発、ツール、あるいは開発方法論にですね、そこの人員をバーッと増やして、で、ある、すいません、あの、ちょっと個別 の, あの企業さん名が言えなくて申し訳ないですけど、製造業さんで、あの、非常に巨大な製造業さんにですね、そこは内製っていう形になってます。内製ですけれども、手を動かしているのはほとんど、あの、外の方です。はい。で、そこには、あの、その特殊な技能を持った、あの、餌屋さんという形で入られてますので、まあ、そういった形で、お客さんも支えていかれるんだろうなというふうに思います。すみません、個別 の, あの企業名ですとか製品名ですとかっていうのがちょっとこの場で言えないものですけど。大丈夫です。ありがとうございます。あの、確かに今、
そうですね。その請負契約だけじゃなくて、従業員契約だとかも、かなりこう一般的になりつつあるので、まあそういったところでも、こう、まあ状況は変わってきてるかもしれないですよね。ありがとうございます。そうですね。でちょうど、これ最後の質問に、取り上げていきたいと思いますが、非常にいい質問いただいたので、これでちょっと議論を締めていきたいと思いますが、内製化の開発の強化のためには、IT 人材、まあ採用するってもちろん必要ですけど、そうじゃなくて、今の社内の、今まで IT にあまりこう、携わってこなかった人材をですね、再育成する、まあ、リスキリングっていう言葉、今流行ってると思うんですけど、IT の担当者というかですね、IT の仕事ができるように、教育、育成していくっていうような、ことが、まあ、そういう可能性を模索されるのかと思いますが、まあ、いかがでしょうかっていうご質問ですけども、こちらはいかがでしょう。そうですね。そういった意味では、育成をしていくといったところと、あとは、ツールですね。ツールで、いかに、カバーしていくかといったところがですね、重要なのかなというふうに思っております。はい。で、人をできるだけ、なんていうの、そういった人をですね、に対してどれだけ支援できるツールであるかといったところが重要かと思います。ちょうどその質問もいただいたので、ごめんなさい、もう一つですね。そのあたりの、その、まあ、ユーザー企業側の、ツールの導入だとか、その外注だとか、内製だったとか、そういったバランスが結構悪いように感じてますと。で、内製することで、まあ、内製や、まあ、外に外注する、もしくはツールを購入するっていう、そういう判断をできるように、こう、まあ、社内の人材がですね、そういう判断できるように、こう、判断力を、向上させないといけないというふうに思いますが、いかがでしょうかっていうご質問です。そうですね。まあ、できるだけ多く判断材料は持った方がよろしいかと思います。ですので、まあ、ベンダーもそうですし、まあ、私どももそうですけれども、ご相談いただければなというふうには考えております。はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっと時間になりましたので、まあ、ちょっと簡単にまとめていきたいと思いますけども、まあ、なぜですね、アジャイル開発、DevOps 内製化が必要なのかっていうところから今日議論を始めましたが、まあ、スピードとかですね、環境の変化といったところがやっぱり、まあ、重要だっていうところがありましたと。ただ、その、まあ、単純にですね、すべての企業が、そういった、まあ、DX 含めてですね、必要なんだよっていうことでもないし、まあ、モード1、モード2っていうふうに分けられるものでもないと。まあ、個別にですね、こう必要性判断する必要が、システムごととかですね、企業ごとに、本当に必要なところは、導入すべきだって話ですね。ただ、まあ、あくまでも手段なので、目的を見失わないで、本当に必要なのかどうかを見極めましょうっていうのが、今日の、まあ、一番のメインの話かなと思いました。まあ、阻害要因としては、まあ、実際今取り組めている企業というのは、米国と比べて少ないんですけども、それが、イコール、悪いというわけでもなし、まあ、必要なところは取り組めているという見方もできますよねという話や、まあ、阻害要因あるとしたら、まあ、人材のですね、固定化、まあ、流動化なかなかできてないというところで、まあ、内製化とかアジャイルがですね、結構難しいというところあるからもしれないと。で、その取り組みを進めるためにはですね、やっぱりその適切に外注だとか内製だとか、まあ、ツールを使うというところを判断できる人材というのをですね、まあ、育成する、まあ、企業としては育成する必要がありますねというような、お話をさせていただきましたということですね。堀米さん、そうですね。補足ありますか？はい。先ほどお話ありました通り、少しずつこう広がっていきます。で、企業の方々もですね、クラウドはご利用されるようになってきますし、さまざまな新しいテクノロジーというのも、必要に応じてどんどん取り込んでこられると。ただですね、まあ、これ、アジャイルに限らずとか書かせていただいてますけれども、サービス開始の期限の厳守ですとか、納期短縮ですとか、安定運用の継続的達成、障害時の 早期根本特定、原因対処、人員の慢性不足、こんなところはですね、それが引き続いていくにもかかわらず、まあ、変わらない部分となると思います。で、まあ、そういったところにはですね、今、どんどんツールの中でですね、AI が、
それらをカバーしつつですね、先ほどお話ありましたけれども、まあ、知識のまだ浅い方だったりですね、そういった方に対してもですね、まあ、AI を使った形でそれを、カバーしていくというような形でですね、まあ、これはテストの部分から例えば運用、のまでに至るまでですね、カバーしてまいります。そういったところで、まあ、AI ですとかツールを使ってですね、こういったさまざまな、まあ、皆様が持たれている、まあ、問題といったところをですね、カバーしていくというのは一つ、必要なのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。では最後に改めまして皆様に、ご参加の皆様にメッセージをお願いしたいと思います。では寺田さん、お願いいたします。はい、今日はちょっと短い時間でしたけども、ありがとうございました。まあ、マジセミの対談いつもそうなんですけど、シナリオないのでですね、お見せしたアジェンダぐらいしかシナリオないので、まあ、今日もちょっといろいくつか脱線しながらお届けしましたが、面白い議論が今日できたんじゃないかなというふうに思います。まあ、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。そして堀米さん、お願いしたいと思います。はい、今日は皆様ご参加いただきましてありがとうございます。決してその答えは一つではないというところだと思っております。で、そういった皆様のご検討ですとかですね、課題認識の中で、まあ、私ども、まあ、ダイナトレースが、貢献できる部分、お役立ちできる部分もあるかと思いますので、ぜひともお声掛けいただければと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。最後に堀米さんにメッセージいただいているのでご紹介しますね。最後のまとめありがとうございます。 AI に希望の光がありそうですね。次回は AI 導入の事例のお話が聞いたらいいと思います。特に現場作業者への教育のところを聞きたいですというようなお声です。ぜひまたよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは本日、堀米さん、寺田さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。